シャラムダジャハオチョのイミダ天国家夫人です今日もつらつらと陰を彫りながら彫り語っていきますかねということで天国家夫人でございます久々の彫り語りでございます もうここ最近ね、ちょっとね、鼻がね、あの花粉でやられてですね、なかなか喋りがうまくできなくてですね、えー、そんな感じで、えー、動画をちょっとサボっておりましたけれども、今日もね、えー、いつものようにい、あのハッシュタグね、えー、インスタグラムのハッシュタグ、8時だよ、全集後の課題でございます。なんと掘るかと言いますと、こう、い、愛、忘れるというね、うん。 えー、いい,い,いテクニックあるうまい下手関係ねえよみたいなことなの <laughs>、うん <laughs> うん、そんな感じの言葉でございますね、うん、だうまいテクニックがある下手うまい下手、えー、こういう例えばこの作品を見た時にこれはうまい下手 とといいううことで多分人はねね物事を判断しないと思うんだよ、ね、うんもちろんすごい「上手いな」っていう歌が「上手いな」って思う人はいっぱいいるし「えー、テクニック持ってんなーこの人のギター上手いな」っていうのはあるかもしれないけどその人のファンになるっていうのは「上手いからファンになるわけじゃないよね」えー「野球が上手いからファンになるわけじゃないんだよ」えー、もちろんその上手い っていうのはははさプロになるる上でで前提ではあるよもう絶対そのテクニックを持ってなきゃいけないっていうのはあるかもしれないけどそれ以前にそのやってる例えば絵を描いたその絵があもう写真のようにうまい うん、それだけだとそこにはファンはつかないね。うん、だからどういうところでそのもののファンになっていくかっていうとさ、うん、なんか見えないところじゃない例えばこの人の歌がすごい好きって言った時にさ、それはさ、その人の人柄でもあったり、あとはそのなんか声,声質でもあったり、なんか笑顔が素敵だったからでもあり、という。 と,いうところでさ何かこうプロでやっていくときに ねえー、その中で必要になってくるのはあ、もちろんテクニックは必要なんだけれども、それ以外のところがすごく大きくて、えー、ただプロと言ってもね、うん、あのー、スタジオミュージシャンとかさあ、そういう感じになってくると徹底的なテクニックが必要になってきてさ、うん、だからよくね、うん、あのー、ミュージシャンなんかでも、おメインでね、バンドなんかで、えー、やってるバンドメンバーよりもお、サポートメンバーの方が全然テクニックあるっていうことはよくあること ものすごい有名なミュージシャンがギターを弾いてるけどその人がものすごいギターテクニックがあるかっていうとそうでもなかったりするわけだだからうまいということだけではないただそのうまいこと以外って何って っていう風になってくるとさ、もうこればっかりはね、わかんないんだよ。うん、だからこの僕、この間までちょっと風邪ひいて,てさ、ずっと寝てたんだけれども、その時いろいろ考えたんだよね。えー、もうものすごく考えた。あのー、こう、自分の印の魅力って何みたいなさ。で、これはね、えー、自分じゃなかなかわからないんだけれども、わかる人もいるわけよ。自分の特徴ね、えーえー、自分のチャームポイントとかいうの さすごくよく理解してさ。うん そういう人たちが芸能人になったりとかね、えー、インフルエンサーとかになってくんだと思う。だから自分の得意分野、自分がこれ、この部分では、人が自分のこの部分を好んでくれるんだな、みたいなところっていうのをさ、よく理解してるんだよ。うん、だから本来ね、こう、僕なんかもこういうふうに印を持って作品を持って、えー、生活をするし、これが僕の仕事になってくるんであるから、だからもう絶対的にその自分の、 得意というこの部分においてはあ他の人は僕のこの部分を好んでくれてるんだなここにチャームポイントがあるんだなっていうのをね 自分でも理解しなきゃなっていう部分はね、えー、すごくある。で、そのテクニックにおいてね、うん、だから僕の印を上手いですねとかよく言われたりするけど、別にね、そんな上手いわけじゃないんですよ。うもう自分で掘ってて分かる。その自分のテクニックっていうかね、えー、その部分では。あで、えー、あとそっちの方に特化してない部分。昔はね、本当に、えー、細かいのを徹底的に掘るということを模撲なんかね、模写的なあ その昔の印を真似して彫る時なんかも徹底的に全く同じように、えー、もうその技術を磨くっていうことはねや,ったやりましたよそれはもちろん。うん ただ今こう自分でこう作品を作っている時にどこに注目するかっていうとこう自然な感じっていうのは作為をどうやって出さないかっていうところに自分はこうなんか重きを置いて掘ってるな。 とは思うんだけれどもただそうするとさ、そのさ、作為のない作為みたいなことが出てきて、もう本当にね、うん、なんて言ったらいいのかな、あこのいやらしさというかね、えー、そういうところが結構鼻についてきちゃうのよ。もう自分でもうそれを排除しようとすればするほどそういうものが出てきてしまう。うん で逆に自分の中でその作為的なのを排除して、えー、あなんかすごく自然になってこのほんわかした感じ好きだなと思ってもそれをもらう人が本当にそれを求めてるのみたいなところも考えてしまうんだよね。うん えー、だからあ特に天国っていうこの芸術というかなそういうものにおいて、えー、どこら辺を美とするかっていうのは非常に難しくてね、うん、いろんな作品見ると見る人の好みっていうのがねほぼ分かれてくるわけですよ。うん ある人はこの作家のことが好きでありあの、ある人はこの作家のことが好きでありって言ってね。えー、だから一概にこの,その有名作家だからって言って、えー、全員が全員その委員を見て、いいな、欲しいなって思うかっていうとお、そうでもなかったりするんだよね。まあそれは天国やってる人間からすると結構近いものはあるのかもしれない。大、え、体、ー、この天国家が見たらご小石はいいよね、超子圏はいいよねみたいになるんだけれども、天国をやって、ね ない人たちがこう見た時にうんご書籍がいいという人助産校がいいという人そこら辺って本当にね別れちゃってね僕なんかすっごくいいなこのいいなって思ったものでもね、えー、他の人に見せるとうーんこれのどこがいいんだかわからないごめんねみたいに言われてしまうわけですようん、そこで悩むんだなだから本来はね、えー、そこで悩む必要はないんですようん 芸術家と言われるんで。 あればその自分のその、やりたいことっていうか、表現したいものっていうものを世間に広めていく、それを認めさせるっていうのが、あ王道というかね、うん、そこをどうやってそれを世の中に認めさせるかっていうところに、えー、熱意を咲くんだけれども、もうこの天国というものに関してはですね、どうしてもね、このね、えー、用途的にね、うん、この天国というもの自体がですね、えー この何かの付属物ってね、うちの師匠なんかはよく言ってたのは究極の脇役だって言ってたけど、そうだからあのその寄り添うという存在であるわけですよ。ここがなければさ、例えば絵だったりすると自分の絵をね、う。ん こう作って書いて、えー、これを認めさせてこれにファンをつけていくっていうところだと思うんだけれどもどうしてもそのどんなに自分のインがね、うん、こう世の中に認められ、えー、いいなと思ってもその人があファンがついたとしてもその人の作風に合わなかったら使えないんですよ、うん、ものすごくこう緻密な絵を描いて、えー、もう写真のように綺麗に描いていく絵のところに、えー、ボア ししたたそのの骨なななものをしてもをて合わなかったりするじゃない、うん、だからねそうするとその相手がある仕事であるからね、えー、なかなかこの自分本位で物事を作れないっていうところが僕の中にも染みついちゃってね。うん、でよく言われる、うん、本当にあのー、もう自分の 正しいいいとと思っっったこやてててゃじん言われてね自分もねそういう風にしようと思うんだけれども出来上がった時に見て悩んじゃうんだなこれがな、うん、本当にだからでもね、えー、あるんだよやっぱり時々この何て言うかこの全てにおいてこの偶然にこう出来上がっていくもちろんそれはその偶然を生み出すテクニックっていうのももちろんあるよね、うん、それをを偶然を生み出すこういうい雰囲気を 出す、たい、こういう風にしたいというものを作るには、まずテクニックがなきゃいけないんだけど、その上に神がかった何かしらの偶然が重なってくる。それを呼び込める人っていうのが、あその、なんていうか、一流だと僕は思うね。うん もうその石の感じ、この今日の自分のコンディション、そんなものを全部味方にして、それがうまいとか下手とか関係ないっていうその世界に行くんじゃないかなと思う。だからまずは徹底的にね、テクニックはなきゃダメだと思う。でもそっから先です。そっから先。こう、切愛、忘れると。 おーそんな感じで、えー、掘ってみましたあ今日はねこんな感じで掘りがたり終わりたいと思いますではまた次の動画で会いましょう。じゃいバイバイ